皆さん、クリスマスおめでとうございます、えー。皆さんとご一緒に、この食華礼拝をお祝いすることができて、本当に感謝でございます。えー、クリスマスは何の日ですかと聞かれると、一番、まあ、分かりやすい言い方は、イエス・キリストの誕生日ですという言い方になると思います。えー、お誕生日、えー、おめでとうございます、男の子ですか 女の子ですかそしてお名前はと、だいたいこういう形ですね、お知らせを聞いたら、まあ、電話でも直接お会いしてでもですね、聞くと思います。お名前は、えー、親にとっては、この命名というのは、まあ、楽しいことでもあり、また悩むことでもありです、ねまああの、そういう経験のある方いらっしゃると思いますね、えー、難しいと思います。 このクリスマスイエス・キリストの誕生日ということでこの名前このイエス・キリストイエスという名前を付けたわけでございますね先ほど聖書朗読の中にもありました、えー、天使ガブリエルがマリアのもとに現れましてそして「身をあなたは身ごもって男の子を産むでしょうその子をイエスと名付けなさい」 ですから神様がこの天使を通してイエスという名前にしなさいと言われましたのでマリアはあイエスと名前を付けたそれではあの夫ヨセフの場合はどうだったのか今回はあの聖書箇所の中には入れませんでしたけれどもマタイの福音書によりますとこのマリアがこう妊娠お腹が 大きくなったヨセフとマリアはえ婚約はしていたけれども結婚はしていなかったあれ結婚していないのにお腹が大きくなって子供が生まれるいうことはどういうことなんだろうかということになるわけですねヨセフは正しい人であったので彼女のことが公になるのを好まず密かに 離ししようととてていと、ま、いていたマタイの福音書書はますえつまりどういうことかといいますとえ自分には、まあ、身に覚えはないまだ結婚してないにもかかわらずマリアが妊娠したということはそれは誰かとっていう話になるわけですよね当時のこの立法によるならば死刑でありますえっ、ー、と マリアは神様を恐れる正しい人であったので、そんな罪を犯すはずはない。なのにどうしてというようなそういうこともあったでしょう。でも、理由はよくわからない。そういう中で、まあ彼自身がですね、まあ自分がお名を被る。つまり自分が結婚前なのに、まあある意味では子供を孕ませてしまって、 で、それも悪いことなのに、なおかつ、まあ、利縁と言いましょうか、追い出してしまうというですね、まあ、とんでもない男というふうになるわけですね。もうそれでもいいから、まあ、ある意味ではマリアをかばう、ということにしたわけでございます。そのことは、この、マタイの福音書に書いています。その時に、ヨセフは、この夢を、 見見るるのでありまますすね皆さんんもいいろんな夢を見ると思います苦しい時悩んだ時にですねまあ夢を見る時も多いのではないかと思いますがヨセフもおそらくそうだったと思います非常に重苦しいと言いましょうかこの難しい問題を抱えた時に夢を見たその夢に天使が現れましてそしてマリアと同じように ダビデの子ヨセフよ。心配しないでマリアを妻として迎えるがよい。その体内に宿っているのは精霊によるのである。彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救う者となるからである。と言われたんですね。ですから、えー、先ほど申し上げたマリアに対しても、 えー、ツカイが、ヨセフ、あ、ごめんなさいイ、イエスと名付けなさい。今言った事情の中で、えー、夫になったヨセフも、えー、夢の中でミツかイからイエスと名付けなさい、と、お、言われた。ですから、イエス、まあ、キリスト、イエスという名前を付けたという、これは名前の由来でございます。それでこのイエスという名前の意味は何かというと、えー、さっきの、 えー、見つかの言葉の中にあります。彼は己の民をその諸々の罪から救う者となる、えー。罪から救う者という意味だということですね。イエスという意味は、えー、罪から救う者という意味があるということであります。イエス・キリストは、 罪から救う者として生まれたということと、もう一つは、この罪から救うイエス・キリストに、この近づくことができる。誰でも近づくことができるというのは、今年ですね、この食家礼拝のメッセージなのであります。罪から救う者、救うということです。今年、いろんな災害が、 ありまして特に私が記憶に残ったのはあの、えー、と洪水ですね、川が決壊して、そしてヘリコプターが飛んできて、ですねそしてあの救助している、上からワイヤーを吊るしてですねそして救助していくというあのシーンであります、最近も、えー、この,、えー、その救助した自衛隊の隊員のインタビューがあったんですね、3名ぐらい出てきました。 あの一番最,最初でしたかねあのこう、ワイヤーで吊るして、ですねそしてヘリコプターで救助したあの男の子はどうなっているだろうか、もう3か月ぐらい経ちますかね、男の子は自宅はもう流されているので、えー、何かあのそういう,こうある場所で、ですねそして家族と一緒に暮らして、そしてこれから大変だけども、 こう復旧といいましょうか、そうしなきゃいけないというのは、非常にこう心強い、しっかりしたことを男の子が言ってました。その助けた自衛隊の方は、本当にですねまあ救われてよかった、救助してよかった、そして救助した後もも本当に大変なのに、あのように元気にね、いてくださるということは本当によかった、これはあのテレビに出ましたので、 そのことをご覧になった方もいらっしゃると思います。あそこに、こう、救いということが現れるわけですね。あの場合、洪水が押し寄せました。男であろうと、女であろうと、子供であろうとですね、そして、まあ、ペットのワンちゃんまで救われたようでございますね。何人であろうと。そうじゃないと、もう濁流に流されて死んでしまう。ですから、しっかりと、この、自衛隊のですね、こう、 来た方にこう捕まって、そして上に上げられていく。あれがまさに救いなんでありますね。自然災害であれば、あまあ、よくわかります。イエス・キリストが罪から救う者、罪から救う者ということは、イエス・キリストはそのことをなさったということなのであります。え私は今、特に自然災害にあるわけでもないし、 まあ特に何か困ったわけでもないと思う方もいらっしゃると思います。罪から救うもの、じゃあ罪とは何か、それはこう的外れという意味ですね。な,なんかこう、脱線してしまってる、曲がってしまっている、まっすぐ歩けない。じゃあどこから脱線し,たしてしまったのかというと、 神様からこう離れてしまった神様から脱線してしまってそして迷子状態になっているどこ行っていいかわからない闇の中を歩くものは自分ではどこに行くのかわからないこの迷子の状態がこの罪の中にいるということだと聖書は言っていますですから迷子状態ですからいろんなものがあっても やっぱり心の中に満足はない。まあ、簡単に言いますと、親子であれば親、親から離れて迷子ですから、どんなにお菓子をもらっても、何か優しいお姉さんが来てですね、大丈夫だ、大丈夫よと言っても、やっぱり心の中に本当の満足はない。一時的には少しはニコッとするかもしれないけど、やっぱり自分の親のもとに帰るしかない。ところが帰れなくなってしまったんですね。 どこに行ったらいいのか、神様はどこにいらっしゃるのか、何なのか。その時にイエス・キリストが来てくださった。すべての人を照らすとの光があって世に来た。まさに神様のもとからこの世に生まれてくださった。自然災害であればヘリコプターからですね、ワイヤーが吊るされて、そして救助隊が来た。 イエス様はイエス・キリストはワヤーで吊るされてきたわけではない、えー、皆さんと一緒に今開いたようにですね、えー、マリアの体を借りて、えー、そしてイエス・キリストが神の子である方がこの世にお生まれくださったということでありますねそれは罪から救う者としてお生まれくださったで2番目は、えー、そのせっかく来てくださったのにこう と遠いとか、またそこにたどり着けないのであれば、せっかく罪から救うお方としてきたのに、意味がなくなってしまうわけですね。救助隊のもとに行かなければです、ね、しっかりと救助隊をこうですね、こう抱きしめて一緒に、えー、ですね、この上がっていかなければ救いがないと同じように、私たちも救い主のもとに行かなければ、 ならないのでございます。その一つの神様が示してくださった誰でも近づくことができるということは、それは会場桶の中に寝かされたということでありますね。誰でも近づくことができる。そしてこの会場桶を目当てとして羊飼いたちが探しに行ったわけですね。今日ダビデの町にあなた方のために救い主が生まれになった。 この方こそ主なるキリストである。そして、海馬桶の中に寝かせてある。それが印ですよ。で、その海馬桶を、まあ、探し出して、そして、羊飼いたちは、イエスキリストに近づいていった。そして、最後の場面ですね。あの、一番遠い、東方の博士ですね。おそらく何千キロというような距離、それも何ヶ月という時間をかけて、そして星を頼りとして、 近づいてきたということでありますね救い主であるイエス・キリストに罪人である私たちはこの近づくことができるそのためにイエス・キリストは海馬桶の中に寝かされた誰でも近づくことができる私たちは何かこう自分よりも例えば、えー、いいところにいるいい環境にいる 自分より立派な家、どこか行ったらですね、ちょっとこう、何ですかね、ちょっと嫉妬心もありますし、あとは、いや、ちょっと私は近づけないな。でも、会話王家は、この当時の最下層の人でも近づくことができた。私たちはイエス・キリストに近づくことができる。そしてイエス・キリストは、その会話王家に寝かされました。この世に来られた時に寝かされた。 場所は会話を受け。じゃあ、イエス様が、この生涯の最後、寝かされた場所はどこだったのか。さあ、十字架であります。えー、木を十字につけた、そこに、こう寝かされて、そして、釘を打たされて、打ってですね、そしてこの十字架に、かけられた、十字架にですね、釘付けられた、 ですからイエス・キリストが最後横たわった場所はそれは十字架であったということであります十字架を見た人たちはああイエス様は私のためになんて誰も言っていません聖書を読むと分かります悪口を言いそして、えー、けなしているわけですねそれもキリストである救い主であるという前提でけなしておりますイエス・キリストに対して 他人を救ったが自分を救うことができない。あれがイスラエルの王なのだ。今、十字架から降りてみよう。そうしたら信じよう。神は、神はあ、彼は神に頼っていたが、神のおぼししがあれば今救ってもらうがよい。自分は神の子だと言っていたのだから、ね。十字架から降りてこいと。そんな苦しんでないで十字架から降りてこい。降りてきたら信じてやるぞ。なんだ ね、お,お前は神が助けてくれないじゃないか、ね、神の奇跡が起こって十字架から降りてきたらそうしたら信じてやるぞと、まあ、悪口を言っているわけでございますイエス・キリストが十字架から降りるとするならばどうなるのかそれは十字架から降りてきてそして神の裁きを執行することですよね つまり、自分を十字架につけ、貼り付けにした、自分、自分に危害を加えた、罪を犯したものを十字架から降りてきて、そしてイエス・キリストは神ですから、神であるイエス・キリストが、さあ、誰が私を十字架につけた誰が私に対してこんなことをしたと、イエス・キリストはしてもよかった。いや、十字架から降りるということはそういうことです。イエス・キリストはできるわけですね。それをしなかった。 しなくてイエス・キリストが言われたことは、エリ、エリ、レマ、サバクタに、わあ神、わあ神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれた。つまり、十字架から降りるのではなくて、イエス・キリストご自身が身代わりとなって、神の裁きを受けてくださったということであります。まあ、さっきも、あの、最近のテレビで、あの、 え、ヘリコプターのですね、救助者の方のインタビューっていう場面を申し上げました。もう一つ私はですね、戦後70年、ちょうどヨーロッパでですね、ナチス・ヒトラーが、こうですね、えー、ドイツまたヨーロッパを支配し、そして皆さんご存知のようにどんどん最後は負けていったわけですね。そして、あの、えっ、ー、と、ナチス・ドイツはですね、崩壊した。で、崩壊した後の、その、 フランスとか、また解放された国の中に何が起こったか。それは、ナチス・ドイツに賛成したもの、協力したものを探し出して、そして、リンチにしているのでありますね。リンチというのは、それは、法廷で裁くというよりも、民衆がですね、そういう新しい映像がありました。ある意味は本当に恐ろしい、その人間の復讐心。 で、女性でもですね、えー、もう本当にこの、えー、髪の毛を坊主にされて、そしてみんなの前にこう、晒し物にしているわけですね。あの後あの女性はどうなったのか。やられたらやり返す。まさに罪の連鎖であります。私たちも罪の連鎖の中に生きている。これはもう一言ではない。いや本当にヨーロッパのですね、その、ですね。でもその、 被害に遭った方の気持ちもわかりますよね。散々いじめられ、また裏切られて、そして自分、自分が今度は勝者ですね。勝つ側になった時に、今までの、まあ、恨みと言いましょうか、また今までのですね、もうことをこう、まあ、あるいは復讐しているわけであります。イエス・キリストは、我が神、我が神、どうして私を生見捨てになったのですかイエス・キリストは復讐なさらなかった。自らが、 罪を犯したことのないお方が私たちの罪の身代わりとして十字架についてくださった。そして十字架の下で見たそのローマ兵の百卒長が誠にこの人は神の子であったと告白したのであります。ローマ兵ですから決して宗教者ではありません、えー。どういう気持ちでですね、イエス・キリストをその処刑場まで連れてきたのか聖書は何も書いていません。でも彼はこの十字架のイエス・キリストを見て この人こそまことの神の子であったと告白したのであります。会話おけが誰でも近づくことができるということを象徴していると同じようにそれ以上にイエス・キリストが最後横たわった十字架そのイエス・キリストの十字架は誰でも近づくことができる恐れなく近づくことができるイエス・キリストは十字架から降りなかったそして 我が神,我が神どうして私を見捨てなったのですかと私たちの身代わりのために死んでくださった父よ、彼らを許してください彼らは何をしているのか分からずにいるのですと祈ってくださったこのお方が救い主このことのためにイエス・キリストはい馬おけに寝かされたということなのでありますイエスという名前は罪から救う者ということでありますねそしてクリスこのクリスマスの日 そのイエス・キリストに近づきそしてイエス・キリストを救い主として信じることが最もふさわしい日と言えるのでありますお祈りをいたしますその名をイエスと名付けなさい彼は己の民をその諸々の罪から救う者となるからである天の父なる神様私たちには救い主が いらっしゃることを感謝いたします。そして救い主に近づくことができる。そしてその救いに預かることができることを本当に心から感謝いたします。どうかこのクリスマス、私たちが救い主に出会う喜びに、なお満たしてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。